オッケー。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。兄貴です。よしです。よろしくお願いします。お願いします。あれ、うん、よしさん、なんか足りなくないですか？そうやね、小道にちょっと体調不良でね、今日は参加できないので。そうなんですよね。まあでもちょっとね、撮影だけはちょっとやっていかなきゃダメなので、うん、まあ我々2人でね、ちょっとやっていきたいなと、今回はね。そうっすね、思いますよね。うん、早速なんだけど、まあ、前回、うん、やろうとしてたこの渓谷に村人さんたちのお家を作りたいんだけど、うん、やっぱり作るとなったらまずはメインの建物から作っていきたいなと思いまして。あー、いいっすね。はいはいはい。うん、だからまず村長というか、ここの長の家を作りませんかと。おお、なるほどね。はい。あー、いいないいな。で、作るにあたって、うん、普通になんかお家作るのもちょっと格好悪いので、はあ、ははあ、この崖を掘り抜いて。あー、ここっすか。そう、こういうなんか崖をちょっとくり抜いた形でおしゃれに、あーはははは、お家があるみたいな感じのやつを、なるほどね、やりたいんすよ。はい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 。できそうかな。まあなんとかなるんじゃないですか、多分。じゃあとりあえずやってみるか、多分。そうっすね。そうか、じゃあやってみよう、とりあえず。はい。ほんなら、うん、場所だからこの辺でいいんですか。そうだね、まずはぐっと橋で向こうに渡って、うんうん、でこの角あるじゃんね、ちょうどこの角が三角な感じになってるから、こうやって今三角な感じになってるので、そう、この三角を生かして崖の中に埋め込んだようなお家にしたい。あ、 OK です OK です。はい、そんな感じでいきましょう。なら、とりあえず掘っていく感じ。そうだね、掘り抜いていきましょう。道作りたいな、ここまでのアクセス。そうだね、まず道作るか。ここ、まあ、ちょうどなんかビーコンあるんで、こっからギュッとまっすぐ行く感じにしようか。ああ、いいっすいいっす、うん、オッケー。焚き火をまず、そう、焚き火でやっぱこう、うん、吊り橋みたいなやつをやりたいんで。ああ、いいっすね。うん、いいよね。多分一段上だよな、これつけると。あ、いいか、はははは、こういう感じ。やっぱこれ方向大事だから、ちょっと気をつけて、あんた決して間違えるなよ、この今方向間違えとるけど。なんとなく木材で素材は集めたけど、うん、なんとなくでやってるから、これでいけるか。おっと、あ、ダメージ食らいながらもいけるわ、ほらほら。いた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 。危ね、危ね、危ね、危ね。大丈夫大丈夫。え、ちなみにこれシャベルで消せますんで。マジで。前前水でやってたけど、これシャベルでいけるらしいんで。あ、そうなんだ。あ、めっちゃ簡単やんだよ。うん、これめちゃくちゃ便利だよね。あ、うん、いいですねいいですね。あ、いいね。あ、こういう感じでいいじゃないですか。で、ここ持ってるから、ここが、だからこうか。うんうん。あ、そうだね。はい、で、こうちょっと一気に消して。オッケーオッケー。あ、オッケー、いいな。反対もこうして。うん。で、こういう感じか。お、天気。はい。あ、一個多かった。で、ここに、こういう感じか。あー、いいですねいいですね。あー、いいねいいねいいね。あ、いいじゃん。これ、うん、下側にもつけた方がいいかな。何？あー、このトラップドア。なるほどなるほど。うん。横向きだからこういう感じか。あ、いいね。あ、こういう感じか。よし、オッケー。反対側もやった方がいいか。あー、そうだね。反対側もやりましょう。で、こうのこうか。うん、オッケーです。あれ？なんかずれてる俺。あ、ずれてんな。ずれとるというか、もう一個奥にしますか、これ。だからこっちを。そうやね、うん、そっち、アニキーズの方一個奥にしようか。はい、ね、こういう感じですかね。オッケーオッケー。あ、いいじゃんいいじゃん。あ、めっちゃいいじゃん。こんだけできるだけで全然ちゃうやん。あ、なんかもうすでにいいですもんね。すでにもう美味しい状態だな、これ、ね、えー、うん、あ、すげえいい。で、ここから掘り抜いていく感じか。あ、すげえ、なんかワクワクしますねこれ。ワクワクするねこれ。 ね、うん、久々にワクワクするぞこれ。久々ないよ。いや、未知のものを作るときでやっぱワクワクするよね。あ、そうですね。うん、これはもうずっと掘り抜いちゃっていこっかな。とりあえずなんかなんとなくで、うん、大きさ、あ、OK、なんとなくでまずは掘っていくわ。はいはい。うん、やっぱね、村長さんのお家なんでね、
ある程度やっぱ大きさ威厳を保たないかんからなるほどねうん、メンツも大事なんだよ。あ、高さ一緒にしたいもんね、ここね。あ、そうっすね、高さは結構大事かも。あんま天井低いとあれなんで、うん、今石レンガ上にあるじゃないですか。はい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 。あ、これね、うん、ここのギリギリまでやっちゃっていいんじゃないかな。あー、オッケーオッケーオッケー、掘っちゃいましょう。うん、この辺まで。あー、いいねいいね。ほんなら、はいはいはい、これどう、普通に多くですか、多くでやった方がいいかな。あー、そうだね、多くで、うんうん、こっちは多くで1段上がる感じだもんね、こうやって多分。あ、そうですね、こういう感じだよね。ね、下がって上がる感じですね。はいはいはい。でこっからはどういう感じにしようかな。あー、そしたら、うん、僕今ハーフでこれやっていくんで、ここはいはいはい、ここに合わせて、うん、今ハーフですけど、うん、次からはまあワンブロックでやる感じ。あ、こういう感じ。そうすると、うん、下から見た時に1段奥まって見えると思うんで、うん、あー、なるほど、そういうことか。そう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 。あ、こういうことね。あ、きれいきれい。あ、こういうことね。あ、めっちゃいいや。オッケーオッケー。うん、これでやっていきましょうか。はーい、こういう感じか。あ、いいね。どこら辺まで行こうかな。そうですね、どんだけ広くしてもいいんで奥は。あ、奥はね、そうだよね。ね、うん、高さも結構、まあ、どう、ここも綺麗に、こうギザギザは綺麗にした方がいい。どうする。あー、どうしましょうね、これギザギザは。いや、うん、ここで、ね、結構多分、うん、端っこは別に大丈夫だと思うんですけど、はいはいはい、うん、入り口は綺麗にした方がいいかもしれないですね。うんうん、あれがいるな。柱、柱をやっぱ原木で立てていきたいね。あー、いいっすね。ねえ、とりあえずここの床だけやっちゃうんで、はいはいはい、フェンス欲しいですね、落ちんように。そうだね、ここはもう事故車多発になるからここが、だからここら辺がこう柱にする感じ。あ、そうっすね。ねえ、こういう感じだな、多分柱にして。うん、うん、結構斜めな感じですかね。斜めだよね。でここはここでこうして柱をここら辺かな、フィーリングで。うんうんうん、オッケーです。ねえ、あ、なんか雨降ってんな。寝る？はいはい。おはにゃちわー。おはにゃちゃ、よし、レアやな、アニキーズおはにゃちわは。レアでしょうあ、なんかでももう形結構見えてきたな、ええ感じに。あ、確かに確かに。あ、いいないいな。ねえ、え、めっちゃいい感じがなんかもう見えてますよ、私。もう無限の可能性が広がってますよ、これ。そうやなめちゃくちゃいい気がするよ、これ。適当にちょっと柱つけますか。はいはい、もうちょっと前に出てもいいのかな、これハーフ。どう思う？あ、でも奥あれか。あ、ね、うん、あんまりでもやりすぎると、うん、この空間が狭くなっちゃうんで、うん、そうそうそう、だから入り口を奥にやっちゃっていいんじゃないですかね。ああ、そういうことか。結構だから奥まってる感じだから、例えばその柱今やる一緒につけますけど、うんうん、あ、このぐらいね、グッと、うん、にしちゃってもいいのかな。ならここら辺か、ここら辺って感じ。じゃあそうですね、もうちょっとこっちか、うん、斜めにでいいか。あ、まあ、その辺で、うん、全然いいんですか。いいね、いいね。それか、もう、うん、こういう風に斜めにサピンってやるかですね。うん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 、あ、完全にここも1マス奥にするかですね、この端っこの。はい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 、なるほど。まあ、そうしようか。うん、サピーンでいくか。ここ？ここかな？うんうん。こういうことか。うん。うん。で、この延長状か。そうそうそう。何マス開けたら2マスか。2マスですね。で、2マス開けの2マス開け。はい。OK。ってことは、2マス開けのここか。そうなるってことだね。そうですね。ね。あー、でもかっこいいな、斜めってすごいな、これ。いいな、これめっちゃいいな、マジで。ねえ、綺麗。うん、めっちゃ綺麗。めっちゃいい、めっちゃいい。おー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 、いいぞ、これはいいぞ。ただこれつなぎ目とかできないんで、普通にブロックですかね。うん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 、
何でやりましょうか、この間。ここガラスにする？ああ、ガラスか。ガラスにするか。ガラス、うん。ガラスがいいんじゃないかな。ああ、なるほどね。ガラスでちょっと外からも見える感じ、中が。ああ、いいですね。じゃこの斜めに沿ってやってみますね。うん。お願いします。はい。って感じで。お、なんか、やばこれ。やばい。かっけえ。かっけえ、これ。あ、めちゃくちゃいいやん。めっちゃかっけえこれ。なんとなくなんかモダンな感じも出ててめちゃくちゃいいな。あ、いい。なるほどなるほど。じゃあ原木いっちゃうか。あ、いいっすね。ね。これは楽しみだな。これいいよね。ね。こうしてどうしようかな。こうしてこうしてみたいな。あ。いいやないの？あはははは。うん。ちょっとあえて年輪見せていきたい。なるほどなるほど。あーいいっすね。武骨な感じを出していきたい。こういう時のための全方向樹皮が見えてるやつやな。はい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 。これが役立つよね。こういう感じか。あーいいっすね。いいなー。ね。これはいい。これめっちゃいい。これめっちゃいいじゃん。見えてきたね、もうね。なんかこれもう見えてますね。ねえ、あーめっちゃいい。完全にめっちゃいいなこれ。見えてきたぞこれ。天井も綺麗にしたいな。天井綺麗にしたいね。ねえ、うん。でも土とかもうなんかオーガンとかバラバラなんで。そうだよね。うん、汚いもんね。ちょっと離れてみるよ。おお、やばいっすよね。いいやいいやはいはいはい。こんな感じかな。お、やば、すげえ。ああいいなこれ。これはいいぞ。あ、でも、うん、やっぱ入り口奥の方にしてよかったかもしれない。本当いい感じ。うん、ここだって広く取れるから。あー確かにバルコニーみたいにね。うん、そうっすね、ちょうどいいかも。楽しいなこれは。これはねえ、これ出来上がりがめちゃくちゃ楽しみだな。うわあ、危ねえ、クリーパー。あ、なに、後ろ後ろ後ろ。あかん、危ない。そういったちょっと危ない。今せっかくエコーを使うタイミングやったのに使えんかった。やっぱ危ねえ、本当に。せっかくこれあれまでエコーを出せるようにしたもんね、アニキーズ。そうですね、ちょっとやってみますか。あどうしこれ。すごいよねこれ。だってボタン一つでさ、あのエコーができるようになったから、アニキズのライブとかの時とかもね。そうですね。どういうリアクションができるんだっけ。やめてー。腹立つわマジで。はい、というわけでこんな感じね、とりあえずできたんですけど、うん、やばいですねこれ。すげえ、めちゃめちゃいいよこれ。ねえ、こっからもうだって、うん、ここ掘って内装作ってね。そうそう、内装作って、でできれば下につなげて、うん、下からも行き来できるしみたいな。あー、なんか螺旋階段とか作りたいですね。あー、いいねいいね。村人さんがさ、ね、そう行き来できる、勝手に入ったり出入りするような場所にしたいよね。うん、うん、バリアフリー化をちょっと目指して。これは小道にテンション上がるやろうな。上がるやろうな、びっくりするやろうなこれな。ねえ、マジでこれはやばい、ね、やっぱこう一個メインの建物できると後も作りやすいしね、多分ね。そうっすね。うん、本当もうここが本拠点でよかったんじゃないかっていう説まで俺の中ではちょっと。え、それはちょっともうだいぶ遅い、だいぶ遅い。出てきたり出てこなんだりしとるけど。そうっすね。うん、じゃあ明日以降もちょっと頑張って作っていきましょう。はい、そうっすね。うん、それではご視聴ありがとうございました。さあ